点ですね、これはね。打点の地ですね。あと少しあるので、最後ちょっとこう、こういう感じの中華ろ、いや、中華ろにしようかなと思ったけど、その曲奏がよくわからないので、ゴールドベルクのアリアを最後にかけて、今年の、オーディオセッションの、A&M コーナーは終わりにしたいと思います。今日3回ぐらい僕聞いたけど、やっぱりまだあれですね、鳥肌が立ちますね。これ好きだね、好きだね。だけどね、80年ぐらいの発売とかな、でね、CD は持ってるんですけどね、あれやねんな、こういう音出るよね、CD では出んな、すごい。これなんで45回転ですから、まあ余計いいんですけど、なんかさっきいやらしい話が8000円やりとったけどね。でもこれ8000円なら安いと思うよ。なっちゃんの、ハイレゾも探してんけどな、多分ないのよな。そうやろね。それでは結構有名なもうレコードになっちゃいましたけど、もう亡くなったウェン・グールドのゴールドベルク変奏曲と、これは81年かな、年前後で録音した、これのアリアがちょっとこういう感じの曲なので、これを聴いてお開きにしたいと思います。レコード結構これやるんですよ。なんか変やな思ったら。失礼しました。
ということで、本年はちょうど時間と同じ17年大阪、オーディオセッションありがとうございました。ありがとうございました。またね、またお会いできる日を楽しみにしてます。